おはようございます、たかしです。本日は4月15日金曜日、ただいま7時43分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は下髭陰線となっております。その前の日は大きめの陽線で、一旦ここですね、直近の高値をわずかながら抜いてきたところです。そろそろこの辺からの下落を期待しているのですけれども、なかなか今下げ渋っていると言いますか、ドル円が上昇してきておりますので、ポンド円もそれにつられて上昇中というところで、一旦この辺165円ぐらいでの下落を考えていたのですが、もしかしたらこのまま168円、ここですね、この辺を目指して上昇してくる可能性もあるのかなと見ております。ただずっと押しをつけずに上げてきておりますので、一旦どこかで押しをつけてからの上昇となってくれるとエントリーがしやすいのですが、一旦今この直近高値付近ですし、この辺で少しの押しをつけて、そこからの再上昇というのが分かりやすいかなと考えてますが、どうなるのかなというところですね。インジケーターストキャスティックスは高値圏、これ言ってました、ここの高さと、前回の動画でもう少し、上げ幅があるんじゃないかと言ってましたが、その通り今上げてきてます。ただここからデッドクロスしてくるかどうかっていうのはまだ分かりませんけれども、一旦もう、前回前々回とかの高値と同じぐらいのところまで上がってきてますので、ここからの一旦の下落をしそうな雰囲気にはあります。マックDに関しては相変わらず方向感がない感じ。ただ今まで横ばいだったものが少し上向きかけてきておりますので、そこが少し気になるところですね。では4時間足です。エリオット波動、この緑のものをイメージしているのですが、この5波がどこまで伸びるのかというところですね。今は一旦この直近高値付近、わずかながら抜いては来ているんですが、その辺にありますので、そこからの一旦の反発の下落を待ちたいところなんですが、今までね、4時間足この青の GMMA に沿って上昇してきていたんですね。この青の GMMA に接触して上昇、接触して上昇となってきたんですが、ここに来てこの赤の方の帯に接触して上昇という風に変わってます。ですので今上昇の勢いが強くなってきているのが分かりますので、この赤の帯に今接触して、昨日も下髭、4時間足で下髭になってるんですね。この辺ですね。なのでこのまま上昇するんじゃないのかなという感じもしてきます。ストキャスティックスは前回のこの高値圏からの下落と同じところからのデッドクロスになってきておりますので、もう少し下落するんじゃないのか、この辺ぐらい163円のミドルぐらいまでの下落を見込んでいたんですけれども、そこまで到達せずに今上昇してきておりますので、もしかしたらこのまま抜けそうな感じがします。で、過去のこの上昇して揉み合ってと同じ感じで上昇して揉み合っている途中ですので、もうしばらくしたところからの一旦上抜けで、165円を一旦到達しに来るのかなと、若干届いていないので、そこを一回目指しに来て、その165円タッチからの下落になるのかというようなイメージを持ってます。では1時間足です。1時間足は別のこのオレンジのエリオット波動をイメージしておりました。そしてそのこの波が、そろそろ完成かなと見ているんですね。で、一応165円ぐらいでの完成を見込んでるんですが、今その付近まで上昇してきました。164.8円ぐらいまで上がってきたので、もうほぼほぼ到達と見ていいのかなと考えてまして、なのでここからの一旦の下落が起こると思ってたんですね。で、この辺で下落しそうな雰囲気、マックディもダイバージェンスを起こしておりましたので、昨日ツイッターでも投稿しましたが、この辺での下落を見込んでたんですね。で、一旦下落はしてきたんですが、結果的に1時間足の GMMA に反発して上昇してきております。ただここで気になるのが、高値を少しずつですが切り下げてきているんですね。で、一旦ここで安値更新しているというところで、もう一段下落するんじゃないのかなというふうには考えているんですが、今はこの赤のボックス内で推移していまして、その機能を一旦下抜けしたんですが、そこは今騙しという風に取ることもできますので、今は一旦この赤のボックスの上限に来たところでのショート、下限でのロングみたいな、そんな戦略でいいのかなと考えてます。ただ本日はあまり値動きがない可能性も高いですので、昨日も、ね、あまり値動きがないと考えていたんですが、夜から、ドルインデックスがかなり上昇してきておりまして、その影響もあって、ドルストレートがかなり下落、そしてドル円も上昇というところになっております。そして黒線はそれに挟まれて少し分かりにくい動きをしておりますね。で、昨日も結局ここ行ってこいになっておりますので、ちょっと分かりにくいなとは見ております。ただもう一度下落するんじゃないのかなと、個人的には考えております。で、サ
ポートラインとしてはこの辺ですね。この白い、楕円形のこの丸あたり、この辺がサポートされてくるラインなのかなと見ております。でこれエリオット波動5波が完成したと考えますと 1,2,3,4,5 となると、その修正波としては 23.6% 浅くてここですね。で深いとこの紫のラインぐらい 162.8 ぐらいまでは下落してくると考えております。ただここまで下落してくると結構深めの下落になりますので、そうなると大きめの、もう一段下落っていうのも考えられるのですが、今は一旦この 23.6% の163円のミドルぐらい、この辺を目指して下落してくるのかなと見ております。そしてそこでは次また押し目買いが入ってもう一段上昇で、最終的には168円を目指して上昇すると考えておりますので、その辺でどうなるか。でここまで下げてくれば押し目買いですが、今は一旦この赤のボックスの中をどちらに抜けるかっていうところを見ていくのがいいのかなと。このボックスの上限でのショート、下限でのロングで、基本的には今上昇トレンド中ですので、下限でのロングの方が優位性があるとは思いますが、昨日一旦下抜けてますし、個人的にはもう少し押しを作ってもいいのかなと。エリオット波動5波完成からの下落につながってもいいのかなと思っておりますので、その辺を見越して、上限でのロング、また165円ぐらいに来たところ、ここでのもしストップ狩りが行われるような動きをするのであれば、そこからのショートっていうのを狙っていけるといいのかなと見ております。ただ先ほども言いましたが、本日は値動きが少ない可能性、ボラが小さいかもしれませんので、あまりトレード向きじゃない可能性もありますし、まあ、その辺は考えてトレードしていければいいのかなと見ております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。